ボートレース大村長崎新聞社杯4日間シリーズの開催2日目第4レース予選競争です。1号艇山口桐田淳司、2号艇兵庫長岡亮也、3号艇福岡藤森陸斗、4号艇福岡出畑貴則、5号艇東京渡辺真奈美、6号艇兵庫泉智美、以上の6名の対戦です。ここも作戦行動動きなくの枠番通りとなり、1号艇桐田淳司陰線です。初日は1回走り6コースから2着の船券絡みでした。2コース2号艇の長岡亮也、 A1 主力は長岡、初日は前半をインから逃げて勝ち、後半のメインカードは4コース戦4着です。3コースは3号艇の藤森陸斗、やはり初日は連帯マークの藤森、そして4号艇の出畑貴則は初日2着1着と連帯2本に着取りまとめています。その出畑の角線になっていて、4コース5コース5号艇の渡辺、6コースは6号艇の泉、1回走りで予選ラストになりました。得点率想定ボーダークリアには渡辺が1着ノルマ、そして泉智美連帯ノルマとなっています。第4レース予選競争進入枠なりの3対3の体型です。スタートしていきました。あまり差はありませんでした。1周目1マーク、まずはインコースから1号艇先手かどうかという桐田に、2号艇差し、3号艇の藤森がまくり出しでトップ突き抜けていっています。先頭3号艇の藤森陸斗、追走は4号艇の出畑貴則、2艇が抜きました。その後に6番2番1番3艇並んで、最後方5番で2マークへ向かいます。スタートは前提正常です。3号艇の藤森トップ守って2マークを旋回、そして後ろ4番6番2番偶数艇が一気に3艇競り合って、1番内側から2号艇の長岡先行体制を取っています。2号艇長岡、2番手に浮上、3番手争いに3艇は内から1号艇の桐田、6号艇の泉、そして4号艇出畑が握って西1マークをターンしていきました。3着争いは抜けた4号艇の出畑ですが、前の2番とは2艇審査、さらにはトップ2番手も2艇審査と非常に上位艇接近戦になってきています。4番手からも6号艇近づく。2周目第2ターンマーク、先頭で3号艇の藤森、続いて2号艇長岡2番手、そして4号艇の出畑が3番手と上位体系は結果3番2番4番バック側からホーム側入れ替わりはなく、レースは最終周回へと移っています。3号艇の藤森が3コース戦をまくり出してトップリードする。第4レースは今3周1マークを運んで、最後の向こう正面先頭3号艇藤森入りました。2号艇の長岡、4号艇出畑と続いていますが、それぞれの間隔は少しずつ広がっての3人4、後ろ6号艇の泉、1号艇桐田、5号艇の渡辺真奈美です。上位体系3番2番4番でこの組の3連単のオッズ 55.2 倍を示しています。先頭3番藤森、ゴールイン、2着2番長岡、3着4番出畑、続いて6番ゴールイン、1番ゴールイン、5番ゴールイン。